なぜ一度も勝てん。腕の緊張や視線、どこの方に次の手がわかる。それに加え、こちらの仕草にさりげなく次の手を混ぜて相手の無意識にすり込む。お前がカジノの客でなくてよかった。全部小手先の技術だ。このように一つは国木田くんだよ。ん、おい、なんだ。私の活躍にびっくりしたり感心したりしてくれる誰かがいた方が楽しいだろう。あ、うん、触るな。この子に及んでまた適当な。分かった。